本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて本日はアナログ企画でございます。ザ・お父さんの秘密基地では9月から12月の中頃までは来年の手帳選びをサポートするようなそんな企画を実施中でございます。今年ももう残すところあと2週間ちょっとぐらいになりまして、もう手帳動画は今年は少なめかなと思っていたんですけれども、またまた面白いものを見つけましたので、これはぜひと思いまして動画作っております。というわけで今回の企画はこちら。さすがラダイと目の付けどころが違うデイリープランナーの使い方と魅力解説ということで、今回はラダイトさんのこちら、まあ、ノートですかね、手帳としても使えますが、商品の魅力伝えていきたいと思います。今回はラダイトさんから販売されているノートシリーズの中でも特に手に取ってめちゃめちゃいいなと思ったこのデイリープランナーにフォーカスしながらお話をしていこうかなと思うんですけれども、実はこのシリーズはデイリープランナーだけではありません。他にもどんなノートがあるのか簡単に解説しておきますね。ですね、こちらのノートはラダイトさんからファンクションノートという名前で販売されておりまして、めちゃめちゃ種類豊富でございます。一つ目がですね、こちらフリーマンスリーという黒の表紙のものですね。日付が印刷されていない超シンプルなデイリータイプのノートになっているので、2023年とか2024年年代関係なくいつでも簡単に使っていくことができるノートになっております。続きまして白色がバーチカルタイプでございます。お父さんの秘密基地でも頻繁に登場する縦の時間管理に特化したこちらノートになっています。こちらも先ほどのフリーマンスリーと同様に日付書いていないので自分で書き込むタイプですね。そしてピンク色はセパレートタイプ、週間プランナーというものですね。左ページには縦で1週間の管理することができて、右のページにはトゥードゥボックスが並んでいるようなものですね。なので1週間のイベントとかの行動予定とそれに付随するタスク管理というのを管理することができるノートです。そしてオレンジ色が今回紹介するデイリープランナーですね。ちょっとこれ後で説明します。青色トゥードゥリストもそのまんま、特に説明深くしません。もうやること書き出してもう消し込んでいくタスク管理特化型ノート。そして黄色、蛍光の黄色かな、こちらはやること&メモ、先ほどのトゥードゥリストといわゆるこの横線のメモが合体したようなデザインになっております。まだまだあるよ。こちらは黄色になるかな、方眼ノート、説明不要方眼ノート。そして茶色系、これ横系ノートでございますね。まあ一般的なノートです。縦に1本ラインが入っているので1ページのデザインというのはノートパッド、リーガルパッドのようなデザインになっていますね。そしてこちらちょっと濃い青はミーティングノートになっています。主に議事録管理に適しているノート、そしてこちらもちょっと茶色い系のノートですね。ビジュアライザー、こちらビジュアライザーということで、まあどちらかというとガントチャートに近いノートでございます。まだまだある。薄灰色スプレッドシートでございます。まあデータ集計とか、あとはまあ家計簿に適しているようなフォーマット。そして水色、薄い水色フリーフィルバーチカル、まあ、トラベラーズノートにもよくあるようなデザインになってきますかね。方眼と横並びの1週間のこちらノートがくっついているようなデザイン、もう1個水色パラレルプランナー、ガントチャートと週間チャートがくっついたようなもの以上となっております。めちゃめちゃ豊富、はい、めちゃめちゃ豊富でございます。サイズはすべて B5 サイズ統一型なので、お気づきになられたかもしれませんが、こちらのラダイトさんのノートはお好きなノートをいくつか選んで専用のカバーで自分のまあ手帳を作ってしまうようなイメージですね。なのでちょっとコンセプトとかサイズ感は異なりますが、トラベラーズノートとちょっと似ているような雰囲気かもしれません。ただトラベラーズノートのリフィルに比べて値段が安いよっていうのと、使うシチュエーションかなり細かく分けられているので自分自身のリズムに合った予定管理というのはしやすいんじゃないかなと思っています。今回はそんだけ数あるリフィルノートの中でも
特にデザインが個人的には優れているなと思ったのがこのデイリープランナーです。では今から具体的に中身使い方紹介していきます。まずは表紙はこのような感じですね。オレンジ色、少し濃いオレンジ色にデイリープランナー DP と、このように印刷されている非常にシンプルなノートになっています。ノートだけではないんですけれども、ラライトさんのも特徴というとやはりそのデザインセンスですよね。さまざまな文房具というのが世の中には存在していますが、もうデザインのレベルで言うとラライトさんの商品はちょっと頭一つ抜けてるなという感じがします。幅広い世代の方にも使いやすいようなデザインになっています。ぜひ店頭にあったらチェックしていただきたいアイテムですね。で、中身です。中身はこのような感じでございます。どのページもすべて同じデザインになっております。こんな感じですね。で、ページの構成は非常にシンプルでございます。上に日付を書くところ、そして Today's Information になっているので、今日の予定等かな書くところ、そして下段のところにはタイムテーブルが24時間管理可能、そして方眼のメモボックスがあって、その下にはトゥードゥボックスが並んでいるような状況ですね。 B5 サイズという比較的小さいノートにはなりますが、ワイドや面積非常に考えて欲しい要素を配置してくれている印象です。それではこのデイリープランナー、どのような使い方書き方をすれば一日の仕事の生産性効率を上げていくことができるのか、書き方解説していきたいと思います。それでは書き方解説、今回は3つの書き方を紹介しますが、基本的にはこの方眼とチェックボックス、トゥードゥリストですよね、ここの使い方に変化をかけております。なので日付の書き方とかタイムスケジュールの書き方というのは全て統一しております。それではまずは1つ目、このようなデザインですね。上の日付はもうそのまんま書いてください。はい、2023年12月何日。 Today's Information は上下で線が分かれているので、上段は出社前か出勤した時に立てる今日の目標を書いてください。そして下段は1日終わった段階での振り返りを書いてください。1日の目標だけ立てるというのでも OK なんですけれども、実際それに対して自分がどう感じたのか、そこの振り返りというのがめちゃめちゃ大事になってきます。こちらのノートは最初から上下にボックス分けてくれているので、振り返りと目標、これをワンセットで考えるのがいいかなと思います。タイムテーブル、タイムスケジュールのところはちょっと右側に縦線1本入れてください。まず予定としては左側に書いていきますよね。何時から何がある、イベントがある、会議がある、朝礼がある、打ち合わせがある、このあたりはお好きなように書いていってください。そしてなぜ今線を1本入れたのかというと、最近のノート術系とか手帳動画でもよく言っているんですが、行動履歴なんです。皆さん予定は立てるけど、本当に自分がその日それ通りに行ったのか、その振り返りができなかったり、自分が実際にした行動というのを日報文化がないような会社であれば書き込むことがないんですよね。これもったいない。自分自身の行動を振り返ることによって、なぜそうなってしまったのかとか、もともと立てた予定に無理があったのかなどとチェックできる要素ってめちゃめちゃあるので、履歴管理はしてほしいんですが、どうしても限られた面積だと細かく書き込むことができません。なので、できたかできていないのかを丸か×で書くだけでも構わないと思います。丸の場合は立てた予定が立てた時間通りにできた、三角の場合は実施はできたけれども時間にズレがあった、×の場合はそもそも違った予定に変わってしまったみたいに、丸、三角、×、3段階で評価しておけば1日終わった段階で自分がどんな行動だったのか簡単にチェックすることができます。細いペンを持っている方は履歴を書き込むのもいいかなと思います。日付の書き方、今日の目標と振り返り、そして3つ目のタイムテーブルの書き方というのは全て統一しています。ではこちら右側のメモとトゥードゥです。
今回一つ目のこの紹介しているやり方はですね、まず to do、 もともとこのノートは右側にチェックボックスが並んでいますが、同じチェックボックスを左側にも書いています。はい。そして上には十字線を書きました。解説しますね。まず to do なんですけれども、左のボックス右のボックスどっちでも構いませんが、 1,2,3,4,5,6,7 と数字を振ってください。片方どちらかです。そして行動を書いていきますよね。今日やらないといけないこと書き出したら、上の十字線を使って仕事の4領域仕分けをしてください。重要度が高い低い、緊急度が高い低い、この2軸で4つの領域に下に書いてあるタスクとその付随する数字を書き込んでいきます。そうするとこの限られたスペースの中でどれから自分が優先してやらないといけないのかを俯瞰チェックして仕事の優先決めすることができます。これを実施するにはちょうどいい面積なんですよね。そしてあとはやっていって終わったものにはチェックボックスにチェック入れたり、今日できなかったものには例えば星マークを入れておくみたいに自分でタスク管理をするのがいいかなと思います。仕事の4領域とかこういった優先順位決めって結構頭の中ではやりづらくて、こういった思考整理ができる方眼とか面積があると非常にやりやすくなるので、このあたりは上手に活用させてみてください。それでは2つ目はこんな感じです。2つ目の書き方は主にこの方眼のところだけチェックしてください。これメモではなくてアイデアとしています。私のこれ性格というか習性なんですけれども、1日1個何か出勤途中とかで気づいたようなネタとかいいなと思ったことをブレストするようにしています。大阪駅とかね、今梅田駅ってだいたい夏とかになるとビールのイベントとかよくやったりするんですね。今でもやってるんですよ。で、個人的になんで今冬なのにビールのイベントやるのかなってなったら、あ、鍋シーズンかなとか、忘年会シーズン、宅飲みようかなとか、いろんなことを感じるんですけれども、何か一つ自分アンテナに引っかかった要素を丸で囲った中央にテーマとして書いてしまえば、あとはマインドマップを使っていくやり方、少し前の仕事用ノートの書き方でもこれ深く解説しているんですが、マインドマップこそ自分の思考をとにかく広げて柔軟にかつ早く展開できる技だと思っています。出てきた単語と単語、キーワードとキーワードを組み合わせていくことによって新しい企画とかアイディアを生み出すことができます。一つのネタを広げていくにはちょうどいい面積、これがね、広ければ広いほどとにかく延々と書き出すことができるんですけれども、あえてこの面積の中だけで終わらせる、完結させるという意識を持っていくだけでも本当に5分10分間のワークショップとしてもめちゃめちゃいいですね。自分の中でブレストする時間を作ってしまって、10分間ブレストタイム、今日気になったことを書いて、この方眼の中に目いっぱい考えたこと、気づいたことを書き出していく、そういったスペースに使っていくと企画力とか発想力ググッと上がってくるかなと思います。1日の予定の中にブレスト時間を加えてみてはいかがでしょうか。すごくいい面積だと思います。そして3つ目はこのようなデザインです。方眼スペースをそのままメモとして使うんですが、書き方注意でございます。下のこれ to do は多分あらかじめ自分が予定していたデイリーのタスク書いていますよね。上空いていますよね。1日仕事をしていると絶対に何か増えます。上司か同僚か部下からなのか、それともクライアントさんなのか、自分の予定以外にもその日どんどん仕事が増えていくというのが社会人避けては通れないこと。だから皆さんノートとかメモ帳とか、あとは Google アプリとかで打ち込んだりするんですが、これ打ち込み方、書き方ミスってしまうと、むしろ生産性めちゃめちゃ落ちます。なのでこの書き方がポイント。上の方眼メモは頼まれた予定のみを書くスペースとして振り切ってください。自分の立ててた予定というのは下段のトゥードゥに書き込みます。こうすることで上段下段方眼とトゥードゥスペースで2つのもう仕分けができていますよね。
下は自分が立てた予定、上は頼まれた内容。まずは同じ to do でも分けてしまうというのがポイントで、それを方眼と下の横線でやってしまおうという考え方。そして上段の書き方なんですが、はい、頼まれました、これやってて、あれやっててって頼まれた場合、よく皆さんやってしまうのはパパパパパッともう書いてしまうんですよね。備品購入しておくとか、店頭掃除しておくだけ書いてしまうんですが、それだけではダメなんです。だいたいミスる。なのでこの書き方チェックしてください。例えば商品発注しておくと書いた場合、書くでしょ。そしてその右側に誰に頼まれたのかを書いてください。社長 A 君、部下、同僚、分かりませんが名前を書く。そしてその次にワンセットで絶対に頼まれた時に聞いとかないといけないことが2つ。1つ目、期日です。商品発注しといてって頼まれた場合はもう必ずいつまでにやっといたらいいですかという締め切りを聞く。もうほんまに大事。締め切りがあるから予定組めるので、ない仕事はもう受けない方がいいぐらいやばいんですね。でよくね、上司とかがね、なるべく早くって言っちゃうんです。はい、僕も昔は言っていましたが、今絶対言わないようにしています。なるべく早くって言ってる側と受け取り側で全然時間軸異なるので、なるべく早くと言われた場合もそこはいつですかと聞いてください。今日ですかと。でなるべく早くって思って今日中かなと思ってたけども、実は上司は30分後にやってほしいなんか言われたらえげつないでしょう。なのでなるべく早くというのも必ず数字に置き換える。今この段階でやるべきことを誰に頼まれたのか、いつまでにやらないといけないのかの3つが揃った状態ですね。そしてラストもう1個。例えばこれ新しいことを頼まれた場合ですよね。例えば K さん、ちょっと私今日予定があって普段やっていないことを頼まないといけないことになったの。おそうかそうかと。普段やっていないけどお願いできると言われた場合、引き受けることってもちろんありますよねって、その時に聞くべきことが、これ大体何分ぐらいで完了できる仕事なんていうのを聞いた方がいいです。自分の経験値とか慣れ不慣れによって変わってきますが、大体作業工数どれぐらいで完了するのかというのを聞いて書き込みましょう。こうしておくと自分がそのタスクを実施するときに必要な予想の時間というのが把握できるので、自分のタイムテーブル見ながらいつそれをやっていくのかというのを書き込むことができるわけですね。もちろん頼まれていない仕事、もちろん作業工数把握ができない仕事でも、自分の中でこれぐらいの時間があったら完了できるなという感覚があるのであれば、必要な所要時間を書き込んでおくと、なお1日の行動スケジュール組みやすくなるかと思います。はい、というわけで今回はラライトさんのデイリープランナーの使い方の解説でした。いかがでしたでしょうか。マンスリーとかね、ウィークリー関連のフリー系ってなかなか日付書くのが手間なので使う方結構少なめなんですけれども、デイリープランナーは1日の行動予定に完全特化したノートになっているので、手帳使いとしてももちろんですが、日々の行動チェックするノートとしても非常に最適だと思います。スケジュール管理はデジタルでやっているよという方にも、ちょうど仕事用ノートとしては一冊最適かなと思いますので、ぜひこれお試しください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。